いや、でかい女の気持ちが分かってたね。ママ見てほしい、あるママ。関西の子も英語で話しかけてくるで。ハロー、乳首見てボディ見てしボックスみたいなもんやな、それも。生まれはロシア、最初は関西、舞台は東京、ヒロシキーズです。たったね、今の6秒ほど前に言った通りに、生まれは関西で、あ、違う、生まれはロシアで、育ちが関西で、ほんでもう忘れ、自分でも分からなくなってきてもねんけども、分からなくなってきた。そう、関西育ちの今東京で人生をね繰り広げてる人たちなんですよね。なんで関西にね帰らないのかなっていう、たまにやっぱコメントで来るわけよ、うん、もうお前らみんな関西行って地元にも全然帰ってこうへんし、忘れ去っちゃうって裏切り者みたいな感じでね。ね、そうそうそう。でも裏切り者ではないんですよ。東京に住んでて、東京から離れられなくなった一面がちょっとあんねん。で、それが決して仕事が東京の方があるとか、そういう理由ももちろんあるんやけど。あるんかい。ありがたいことに、だから今いろいろ出させていただいてね、なんか好き放題とまあまあ取らせていただいてるわけじゃない。だからそういうことを考えると、それもあるんやけど、それを抜きにして生活するにあたっても、俺は東京じゃないとあかんなっていう風にちょっと今日まさに思わされた。今日まさに、あ、俺はもうやっぱ東京やなみたいになってしまった。もう今ここに来る時にもう気づいた、俺やっぱ東京にずっと住もうって。なんでや、それは。な、理由としてはな、来る時にちょうど小学生たちが下校時間だったわけ。黄色い帽子かぶって可愛い小学生が子たちとか、そうそう、歩いて、俺はちょっと構えたわけ。構えた、見られるわと。見られるわと思って構えてた。で、なんかこうふーってすれ違ったんやけど、うん、俺のこと見向きもしないあの子たち。もう知らんもないのよ。もうあの空気みたいな感じか。そう、なんかちょっと逆に寂しかった。俺姫路に住んでた時は、おっぱいがでかい女の気持ちが分かってたの。分かってた。もうチラリズムがもう見てはいけない感じやけど、ちょっと見ちゃうとか、もうすごいそれを感じて毎日生きてたわけよ。で、それがもう東京やとそういや全くないなと思って。確かにね、関西では見られてたね。視線隠してない人結構多かったかも。うん、すっごい見てくるよな。これ覚えてるわ、あのマクドナルドで高校生の時に食べた時、真ん中で食べてて、ほんでそのマクドナルド食べるやんか、ハンバーガーやんか、うん、まあ外国人にハンバーガーって言ったらいかにもな状態やけど、こっちは別に普通のハンバーガーのダブルチーズバーガーが食べたいってだけのことで言ってるわけですよ。そしたらパッと気づいたら、周りをな小学生5人組ぐらいこうくる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 俺のテーブルの周りを、すごい見るよね。まあ、子供やから仕方ないけど、見方がさ、結構もう近くまで来て、そう、近すぎる近すぎる。そのままどうするんやろうなと思ったら、なんかママ友の会みたいな席が近くにあって、そっちに戻っていって、あ、これおとなしくしなさいって言われるんかと思ったらな、ママー見てーって言って、でお母さん怒るよって思うやんか。でお母さんもう、お前やなぁ何がお前、なんかそんなんあったから俺子供大嫌いで、ずっと。しかももう指とかも普通に、ママ見てほしい、あるママ。なかなかな、俺が感動したのは、うわーって泣いてる赤ちゃんを抱えてるお母さんがおって、ちょうどこう俺が後ろから通り過ぎた時に、赤ちゃんが、あー赤ちゃん、まあそんな俺が通り過ぎたぐらいじゃ泣き止まへん。これよくある。あっちの赤ちゃんはもうほんまに泣き止む、すぐ俺の。そうそう、涙ここにこうなんか残したのは。ほんで近づいていくと、俺それでもう東京に来て、ようやく、あ、東京はやっぱダイバーシティやなって思った。新宿の小学生は2丁目の付近通って、とんでもないおかまを見ても何も気にせえ。今の東京の小学生はマジでダイバーシティやなって思う。幼稚園の時から何、外国人のいるような学校行ったりとかして、うん、すごい慣れてたりとか、なんか英語で喋りかけたりとかもあるよね、うん、それはすごいよな、英語で話しかけてくるの。ただなんか関西の子も英語で話しかけてくるで、ハロー一緒やあのなんか、うんって言ってってやったら、なんか英語で言ってって言ってくるね。それが分かる時点で俺めっちゃ日本語分かる人やって思いつつも、うん、バイバイって言うんか俺は。そしたら、すごーい、いや、お前もバイバイ言うやろ。そんな人生やったねん、ずっと。でもなかったそんなん。コンビニとか働いてた時とかも、ためらってるお客さんとかもいたね。こうなんかバーってこう物を持ってて、バーって私を見て、
まあ、あまり良くないけど、おばちゃんが来て、で、支払い書を出してきて、うん、で、支払いをバーってやって出したら、ほんまに大丈夫なん？ほんまです。ほんまに大丈夫なん？これほんまにちゃんとできてんの？店長呼びなって言われて、うん、で、店長がバーって来て、で、店長、ほんまに大丈夫なんだ。なんでちょっと女出しようねん、ダダ。ほんまに大丈夫なんだ。やめて、ほんまに大丈夫なんだ。やめて、やめて、そんなことしてない。店長がちょっとね、守ってくれた。ちょっと怒って。な、大丈夫じゃないと雇うわけないやろ、つって。チクリみたいなんでやねん。多分やけど英語で話さんとあかんかなとかって思ったりすることによってどうしようって固まってしまったり大丈夫かなってなってそれになっていくっていう日本語がわからんのちゃうかなっていう前提な気はするねん。もう覚えてるわ。もう通販でな俺はないよに電話をかけてたね。お名前はみたいな言われた時に小原、あ、ブラスです。え、もう一度よろしいですか。あ、小原、ブラスです。あ、外国の方ですかって言われんねん。ロシア人ですって言ったら少々お待ちください。何待たされるんやろと思ってそしたらなんか、あ、英語の対応が必要ですかって聞いてくんねん。それがいらんやろ、もう注文に入ってんねんけどと思って。もうさっきまでずっと喋ってたやろ、うん、早くしなさいと思って。そんな早くしなさい、英語で俺が分からへんねんから英語で対応したらええけどさ、買い物やから説明するのに理解しないまま買われた後でクレームになったら困るとか。ああ確かに、でもそれはありそう。何でもかんでももうそういうルールになってもって大変なんかもな、まあ、それしゃあないわ。俺がマクドナルドでハンバーガーのさ頼むときにダブルチーズバーガーって普通に言うだけで、えっ、固まんのはやめてほしいな。なんでだ、それはみんなが言ってるのと同じワードを言ってるから。別に俺はダブルチーズブローケンとか言ってないわけ。なんか普通に言ってんのダブルチーズバーガーって言ってんじゃないの。それ言ってんのかな。まずはダブルチーズバーガー、ちょっともう一回、ダブルチーズバーガー、ダブルチーズバーガー。いや、うちはね、結構関西で困ったことがあった、うん、困ったことがあった困ったことがあったの。アルバイトをしたアルバイト、そう、うん、まあその時はね、あの東京に出るためになんかアルバイトしようとかいろいろ考えてたんやけど、住んでたところがちょっとね、関西と京都のなんかちょっと間な感じやったんだけど、京都のギリギリ京都やってん、京都で、ギリギリ京都やってんけど、その時にね、もうあらゆるチラシとかいろんなこう何、あのアルバイト行けるようなところをこう取って、うん、朝から電話してて、その受からなかったの。その理由が、最初普通に喋るんやけど、全部こう進んでいって、で、あ、もう大丈夫ですよ、ぜひ来てくださいみたいな、何日何日来てくださいって言って、あ、よかった、受かるわ、いけるわなんて思ってたら、お願いはって言われて、うん、アレクサンドラですって言うと、同じくブラスが言ったように、あ、すいません、もう一度って言われて、あ、あのアレクサンドラ、アレクサンドラ、え、外国の方ですか。あ、そうなんです、外国人なんですけどって言うと、あ、ちょっと外国人はちょっと話が進まない、何がダメなんか分からへんけど、名前のとこまで行くと絶対に通らないっていうのがあって、もう名前のところもトラウマ、お名前はって今でも聞かれるとめっちゃ嫌なの。でも東京はないね。ないよね。なんかそんな一応形上ちゃんと面接もするし、いや、てかな、多分な、外国の人が店員さんとしてポンって立った時にお客さんがなんか英語話せんどうしようって、そのあんまりおらへん地域やったらなってもて、客集めにそうならへんっていうので暗黙の了解でちょっとっていう感じなんかなって思うけど、東京は逆にお客さん側も大量に外国人がおるから、逆に外国人がおることによって外国の人も行きやすいっていうのもあるし、だから俺やっぱり東京はダイバーシティの街やなってすごい思う。で、関西もそうやと思うで、都会はね、なってきてるんだろうけど、でも田舎は全然ちゃう。京都はものすごい厳しいなっていう多分観光客だったらいいけど、住んでる人はもうほんまに結構厳しい。多分それ外国人に限らず他の県から来てる人たちにも一緒かもしれないけど、もうすっごい厳しい。そっか、まああのあれやね、よそ者にちょっと厳しい文化みたいなのがあるっていうからな、知らんけど舞妓はんやったらやった、私舞妓はんになりたいですって言ってみたい。ほんまにそれで受かったらやばいやんな。舞妓はん、ロシアの舞妓はんになったら結構ええ感じで結構稼げますよ。もう YouTuber としてもう人気もなくなってモデルとしてもあかんってなったら、もう顔面めっちゃ白くして舞妓はん目指そうよ。誰かあの京都の舞妓はんとか探してる方がいましたら、ぜひあのやらせてください。でもな、舞妓はんってな、修行とか大変やねん。修行つまんとあかんから、ね、全然さ、あれやけど、全然あれやけど、ここ都会やけど治安悪ない、なんか救急車ね、めっちゃ治安悪い、多いね最近救急車。救急車いつもここ来たらな、なんかもう救急車やね、ワイ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 やってる、ね、救急車とか警察とかも結構来てる。やめてよ、バレるじゃん。やめろや
まあこれでな、言いたいのが、まあ日本に来てる外国人でなんか日本の印象を語ったりとかいろいろするけど、都会に住んでる外国人と田舎に住んでる外国人で全然印象違うから、都会見ただけで日本の全て知ったと思ってほしくないし、田舎見ただけで日本の全て知ったと思ってほしくないし、ほんで外国に行った時もそう、俺ロシア行ったことあるわ、こんな国やったわって語ってんの見るけど、視野の狭いかった。まあでもロシアもね、めちゃめちゃ広いから場所によって半端ないぐらい違いがあるから、うん、料理の食べ物が違うかったりとか、多少変わってたり、ボルシチでも違う種類のものだったりとか、日本でもそれぐらいのね違いがあるんだから、ロシアなんて もっと違う。確かにね。一つだけフォローを入れときたいんだけど、これ決して田舎ディスじゃないのよ、うん、田舎に住んでた時に、うん、そういう目でガーって見られてたりとかはしたけど、うん、その代わりめっちゃ得してんねん。もうなんかしてもブラス外国人やからなって許されてたところは絶対あったね、俺は。めっちゃあると思う。だからその得を受けてたからこそ、なんだろう、プラマイゼロというか、そこの部分は俺は別にまあ我慢してもいいかなって、まあだって得しちゃってるもんっつって思ってたし、逆に言うと都会のこっちに来たらそれによって得することがまあ減ったっていう考え方もできるから、うん、東京はね、うん、雇ってくれたりするけど、逆に英語いけますよね、英語対応できますよね、できます、できませんだよ、できます、できねえだろ、 Hello everybody、 真面目やな、そんなできますって言ったら、だってできるかどうかだけやったら嘘ちゃうもん。なんか英検何級とか言われたらそうやけど、一番困るのはその雇われて、ほんでできますって言ってるから外国人対応させられる時の、できるよ俺外国人対応、できねーみたいな、喋れねーみたいな、できるの、あ、あー This is a good job job job、 What? What じゃねえよブラスを雇わないでください。でも絶対できるから、コミュニケーション。できねえよ。できんねん、コミュニケーション。コミュニケーションちゃうわ、それボディミケーションだよ。ボディミケーション。ボディミケーション。もうセックスみたいなもんやな、それもう。毎日ボディミケーションしていきましょう。はい、それでは、今日もありがとうございました。ありがとうございます。